初代ノーフォーク公爵兼初代、ハワード男爵ジョン・ハワード・ハワード男爵は、イングランド貴族の男爵員。1470年10月15日、ジョン・ハワードが、イングランド王ヘンリー6世により、議会へ招集されたことに始まる。彼は、サー・ロバート・ハワードと、初代ノーフォーク公爵、トマス・モーブレーの、娘・マーガレットの息子で、後に、 リチャード3世の即位を支持して、ノーフォーク公爵を授けられた。しかし1485年8月22日のボズワースの戦いで、リチャード3世と共に、リッチモンド伯爵ヘンリー・チューダーに廃止し、ヘンリー7世によって、死刑剥奪に処された。ジョンの息子である、初代サリー伯爵、 トマス・ハワードは1490年に試験剥奪を解除され、1514年にはノーフォーク公爵も返還された。ただし、ハワード男爵くらいの扱いは、不明確で1490年の試験回復の対象になっていない可能性が高く、そうであれば、ハワード男爵位は現在に至るまで剥奪されたままということになる。 一方で1490年に回復していたとすれば、以後代々のノーフォーク公爵に従属称号として相続され、娘しかいなかった第9代ノーフォーク公爵が1777年に死去した時に保持者不在になったことになる。当時はまだ受爵上によって、爵位を創設する慣習が確立していなかったため、議会への召集をもって、助爵とみなされている。 ノーフォーク公爵位は1572年にもハワード家から剥奪され1660年に変換されているが、1660年の公爵位回復がハワード男爵位に影響を与えていないのは確かである。女子及び女系の継承ができないノーフォーク公爵位とは異なり、議会召集令状によって創設されたハワード男爵位は女子や女系も継承できる。 ただし娘の間で継承順位が同じため継承順位1位の人物が数とになるまで誰も爵位を称することができない。この状態はアペイアンスと呼ばれる。ありがとうございます。